北海道室蘭栄高等学校は北海道室蘭市にある公立の高等学校。公明は前身である室蘭中学の創立が室蘭市栄町だったことによる。2017年に開校100周年を迎える。地元での略称は室栄栄高。校訓は出日合見。研究開発のスローガンはものづくり人づくりサイエンス。時に、 同じイブリ館内の私立高校、北海道栄高等学校と混同されることがあるが、同校との関連はない。上別市や伊達市など、室蘭市外から通う生徒も多い。特に理数科には、苫小牧市や東屋湖町、黒松内町等の遠方から通学する生徒も存在する。理数科を中心として、理数教育に熱心である。 また理数科の進学実績は花々しく、毎年東京大学や北海道大学といった97定大等の難関大学に分離問わず多く合格している。2008年度からは北海道教育委員会より維新類型指定校、2009年度からは文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けた。だが、2021年度の SSH 認定がなされず、 2021年4月現在、当該校は SSA1 の指定校ではない。ありがとうございます。